おなつこんちこんばんぽーてーとよしもてーとぶつけてきてねともよろしくお願いいたします。じゃあですね、近距離シュートならカシージャス無双できるはず、やっていきたいなと思います。このカシージャスね、能力はいいんですけど なんか微妙じゃねみたいなね意見もちょっとあるわけですよ。でそこでですね、いや近距離だったら俺強いからみたいなね、やっぱ意見もあると思いますから、今日はそこを調べていきたいなと思います。そしてね、今回はやっぱこの男も黙ってないだろうということで、チェフでね比べていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はコーナーキックじゃない、ゴールキックをカットして近距離でニアにシュートを打っていきます。キッカージルで決定力93、絶好調ですね。枠内シュートのみで計測していきます。50本ずつやってきましたよという形になってきます。でシュートゲージはね半分以下ぐらいですかね、でやってきましたよという形になっていきます。蹴る位置もですね実は合わせていて、この芝生の横線とね、あとにちょっと見えにくいと思うんですけど、縦にもね線があるので、ここの交わった黄色が交わったところでシュートを打っていきたいなと思います。そしてですね、使っていくゴールキーパーはこの2人ということで、カシージャスとチェフですね。能力差もこんな感じで、まあ結構同じに近いかなっていう感じではあるんですが、若干カシージャス勝ってるかなって感じですね。これカシージャスもチェフも左利きなんですけど、どちらも左利きにすることでですね、ゴールキック後の立ち位置の差をねなくすために、こんな形になっていますよという形で、なので本当に身長と能力以外はねそんなに変わらない状態で今回やっていきたいなと思います。ということで今回もですね、セーブ集失点集で見ていきたいなと思います。まずは失点集から見ていきましょう。チェフですね、まあ、このチェフもだいぶ能力高いからね、まあでもニアのシュートってあんまあれかもしれないけど、ここからカシージャスですね。まあカシージャスはね結構近距離強いよっていう意見もかなり多くいただいてるんですけどね。はい、見ていただきましたということで、まあここ自体はねそんな変わんないのかなっていう印象はありますかね、うん、まあニアだしこの距離でっていう感じもあるからね。てか実際この距離で振り抜かれたシュートジルーに振り抜かれたシュート、これ結構きついかもしれないね。まあただ一つね分かったのが、ここまで来るとね立ち位置同じですね。カシージャスもチェフも立ってる位置はね変わんなかった。なんか攻撃ゴールキーパー、守備的ゴールキーパーそんな変わんないのかなということが分かりました。じゃあここからですねセーブ集見ていきましょう。まずはチェフからですね。いやどれだけ止めるかって感じですけども、いいね、はい、ここからカシージャス、はいはいはい、あ、いいですね、はい、見ていただきました。どっちもですねいい仕事してるなーって感じなんですけど、まあどっちもいい動きしてましたよね。うん、なんかどっちもちゃんと止めてたしっていうところはありました。ということでまず結果見ていきましょう。こうなりました、ドン。はい、ということで同じまさかの同じっていうね形になりました。まあデータが同じなのはたまたま多分同じ本数止めちゃっただけなんですけど、まあでもどっちも止めてたしね、結構納得の結果ではあるかな。でもこれね身長差11センチなんですよね。でこれは激アツなんじゃないかとちょっと個人的に思っているんですが、ちょっといつも通りねデータだけじゃもったいないので比べていきましょう。まずチェフのこれですね、ゴールセーブをした時のねゴールキックラインに通過した瞬間のとこなんですけど、ちょっと前回みたいに重ねてみました。こうなります。はい、ということでちょっとボールのとこアップするとこんな感じで、こうボールがですね結構集中してるのが分かりますかね。同じところにね集中してるのが分かるかなと思います。とでカシージャスを見ていくと、これもですね同じように、比べて重ねていきます。こうなります、ドン。はい、ということでちょっとねこうフォーカスしていくとですね、これ若干散らばってるように見えませんかね、さっきのチェフよりね。まあちょっとこんな角度なんでね、なんとも一概に言える部分ありますけども、まあちょっとね他にもいろいろ今回は試してみたいなと。まずはですね触った瞬間、セービングした瞬間ですね、ここをちょっとね集めてみました。チェフと比べるとこんな感じ。はい、ということでこれねボールの位置に注目してほしいんですけど、頭が一番出てるのはチェフなんですけど、一番遠くのボールを弾いてるのはカシージャスなんですよね。まあこれもちろんたまたまって可能性ありますけどもね。でねあとはちょっとね後ろのボール、この辺のボールもちゃんと弾いてたのはカシージャスでした。まあこれもチェフはゼロじゃない気もするけどね、うん、やっていく中で出てきそうな気はするけどね、そんな感じはありましたね。でねあともう一個ちょっと視点を変えてみました。
ですね、このリプレイありますよね。このリプレイが結構多かったんで、このリプレイを使って比較していきたいなと思います。これもですね、ゴールキックラインを通過する瞬間ですね、その瞬間をちょっと集めてみました。チェフこうなります。はい、ということで、なんか少林サッカーのキーパーが重なりすぎてこんな感じになってますけども、まあこれね、さっきより分かりやすいですよね。この辺にボールが集まってるっていうのが分かるかなと思います。でこれですね、カシージャスちょっと比べてみました。こうなります。はい、ということで分かりますか？結構違くない？結構分かれてますよね。まあもちろんですね、これこのリプレイが出たやつだけで検証しちゃってるんで、比較しちゃってるんで、一概にね 100% そうとは言い切れないですよ。言い切れないけど、でも明らかに違いますよね。横幅とか全然違う気がしました。これ結構おもろくね結構おもろいぞって感じなんですけど、はい、ということでこの辺の違いがね、うまい見えてきたというところでですね、今日は結論です。カシジャスは近距離シュートに強いっぽいとします。はい、ということでいろいろ見ていただいたんですけども、ちょっとねぽいっていう表現をしたんですけども、これねちょっと心残りなのが、数字で結果出なかったっていうのが若干心残りなんですよね。これでね、ちょっと数字でも高くなったらね、ちょっと確率にそう言えるかなと思ったんですけどね。はい、というところでそういう表現にはしましたね。まあ、ただ横幅はね、広がってんじゃないかな、広がってると言っていいんじゃないかなと思いましたね。少なくとも言えることは、高身長ゴールキーパーと遜色ないレベルだということは少なくとも言えるという形ですよね、近距離に関しては。うん、っていうところになっていきましたよという感じですね。攻撃的ゴールキーパーとかカシージャスって今まで結構負け続けだったんで、そこはちょっとね、希望が一つ見えたんじゃないかなと思います。であと同時に一つ分かったのが、さっきも言いました近距離シュートの場合はプレスターは関係なかったですね。というか、まあ押し込まれたシーンっていうのかな、ディフェンスラインが下がりきるシーンっていうのかな、そういったところではポジションに関係ないということが分かりましたね。ということで身長差あっても結構ね、こんなデータになったんですね。これ結構おもろくね。いや、おもろいと思うんだよな。おもろいと思った方はぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで2024も最後なんですけどもね、最後楽しんでいきましょう。というか最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ということでですね、もう2024終わるんだねいや、なんかね、ちょっとあっという間だったような気もしますが、本当に見ていただいた方、本当にありがとうございました。いや、本当にね、濃い1年でしたよ。本当に皆さんに支えられたなと思います。もちろんアップデ後もね、いっぱいやっていこうかなと思うんですけども、アップデ後何ですかね？何が一番気になるかな？アップデ後でもいいんで、コメントいただければなと思います。何が気になるとかね。はい、というところですかね。またちょっと今後もね、やっていきたいなと思います。そしてありがとうございました。コナミさんもありがとうございました。最後ね、ちょっと総まとめ的な動画あげれたらあげたいなと思います。ということで、またね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さん、この結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方、そしてアップデ後いろいろ検証気になるなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで今日はですね、近距離シュートについてやってきましたよということですね。新たに見えた部分もあるし、比べるね、視点も新たにできたので、これ2025でも使っていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。